わ、白バイや、白バイや、なんか何もしてないけど怖いな。さあ、今日はですね、久々に2連休ということで、まあゴールデンウィークなんですけどね、良いの道門っていうところに行こうかいなと思っております。結構バイカーが多いですね。久々にね、今日はツーリング行くんですけども、どんなハプニングが待ってるんでしょうか。ハプニングはいらん言うて。まあね、あのバイク乗ってるとなんか何かしらね、トラブルがありますわ、いろいろ。まあそれも楽しみの一つとして捉えてね、動画がねほんまにあのちょっとサボってまして、サボってましてっていうのはちょっと語弊あるかもしれんけど、あの忙しくて、あの全然更新できてなくて、あの今年の1月一発目あのミーティングさせてもらって、結構いろんな方に集まっていただいて、それからまあね、動画の編集が追っつかないっていうのもあったり、あのデータが壊れたりとか、しょうもないトラブルがあって動画が更新できずにずっと来てしまいまして、だいぶ落ち着いてきたんでね、でバイクシーズンということもあって、そろそろあの動画を上げんとね、少数人数でもあの楽しみにしてくれてる方がもういらっしゃると思うので、というかね、自分が動画上げるっていうのもあのコメントくださる人とか見てくださってる方とか、ミーティングやって来てくださる方とかもねいるので、そういう動画を上げることによって自分のモチベーションというかね上がるので、これはねあの続けていきたいなとは思うんですけど、ライコランドはどんな感じですか。あーでもそんなに折れへんな。いやーでも2号線空いてるぞ、珍しい。ここのね、今姫路なんですけど、ここのねあの2号線ってめっちゃ混むんですよ。すいすいですね。最高の気温やないかい。まあ一人もね全然いいんですけどね、全然気使わんでええし、どこで休憩長く取ろうが何時に帰ろうがね、あの気
気を使うことがないので、そういう面では楽なんですけど、これはどこに行っているんだ。このまままっすぐ行くと姫路城の方に出るんですわ。姫路城も多いやろな、外人さんがね、多いですね。まあね、僕ら見慣れてるんで何とも思わないですけど、初めて見たらわーっていうぐらい綺麗なお城ですよ。僕ら子供の頃ね、姫路城、幼稚園とか保育園の頃、姫路城に遠足行ったりねしてましたけど、で学生時代、高校生の頃は学校が姫路の方やったんでね、毎日のように姫路駅で降りて、姫路のね駅周辺で遊んでましたね。ああ、もうすぐ姫路城ですわ。ああ、ただ見えへんな。ここがね、姫路城の正門っていうんかな。こうね、石垣があって、ほんまに立派なお城ですね。改めて見ると関西とかね、姫路方面にツーリング来る予定のある方はぜひ姫路をおすすめします。はい、これが姫路城ですわ。おー、綺麗ですわ。そして人も多い。お城祭りって書いてますが、良いの道門っていうのがね、僕初めて行くんですけど、よくインスタに上がってて、なんか手掘りで掘ったトンネルみたいな感じで、なんかね、どういうての、まあちょっと絵貼っときますけど、こんな感じですわ。まあ僕はあんまりそういうね、ロマンチックな景色とかあんまり興味ない人なんで、どっちかっていうと、わーすげーバイク、珍相談っぽいけど違うか、15台ぐらいおったな。そして俺は一人や。なんや、あかんのかい。そして誰もやえしてくれませんでした。あ、話の腰が折れてしまいましたね。で、まあそういうね、まあ景色は綺麗なとか思うんですけど、例えば桜とかね、桜見てもわあ綺麗なって思うけど、なんかこうね、心の底からすげえって思ってないんで。で、まあ結局ね、バイクで走る理由を作ってるだけで、観光目的ではなくて、そこに行き着くまでの走る理由っていうんですかね。普段ね、車とかね乗ってても、そうそう声かけられることはないですけど、バイク乗っとったらね、結構老若男女の方々に声かけられたりね、コンビニの店員さんとかでもね、お釣り渡すときに、お気をつけてとかって言ってくれる方もいますし、やっぱりね、なんかね、こう出会いっていうかね、人と人とのね、
出会いがあるっていうのも魅力の一つとか一つやと思うんですけど、まあ、昔はね、あのバイク乗ってるやつって僕らの世代ですけど、あの今時の人らは結構みんなちゃんと服ね、服装はちゃんとしてますよね。ちゃんとグローブもはめてプロテクター入りのジャケット着てね。僕らの時代なんかもう半袖とジーパンで素手で走ってるやつなんかもういっぱいおったからね。僕らの時代あんまりなんかなかったような気がするな。そんないろんなアパレルメーカーとかね、あんまり若かってお金なかったから知らんかっただけかもしらんけど、今はあのみんなかっこいい服着てね、乗るっていうのが多いですね。しかもね、あのインカムなんぞない時代ですから、当然携帯電話すらない時代で、やえのことをピースサインって言ってた時代だからね。いきなり出てきたよ。こういうのは僕嫌いやね。ど真ん中突き抜けてくるというね、二車線。こういうのはやめましょう。で、まあそういうインカムとか携帯電話とかがない時代にね、あの青春時代を過ごしてまして、今こうやってねジジイになってまたバイク乗ってますけど、やっぱりいつの時代も楽しいのは変わりないね。時代は変わっても、はやぶさについてちょっとね、話していきましょうかね。なんか適当にはやぶさ自体はね、もう乗り出して2年、ちょうど2年ですかね。もうすぐ車検なんですけど、5月に車検なんかな。で結構昔からですけど、あの秋ショーでね、あのその時はめっちゃええって思ってもやっぱりなんかすぐ飽きちゃうんですよね。ただあのこのハヤブサに関してはもう全くそういうのがなくて、忖度なしにほんまに A バイクやなと思いますね。その A バイクっていうのがその人それぞれ基準が違うと思うけど、まずあの E バイクっていうのはまず乗りやすいで壊れない、まあ一回壊れてますけど、でかっこいいで、まあ性能がいいで、あと何まあ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 そんな感じであるんですけど、それを全部満たしてる僕の中では。あとはね、値段はまあ除外します。それはほんまに自分が欲しいバイクっていうのはね、あげたらキリないですけど、僕は数あるバイクの中からこのハヤブサっていうのはもともとはまあ世界最速のバイクというね名のもとに有名になったバイクですけども、で今後のバイクのそのパワー
パワー競争っていうのはもうなんか終わったような気がしますね。ねえ、ちょっと恐怖を感じるぐらい の, あの加速なんで、だから今後のバイクのそのパワー競争っていうのはもうやりようがない。だって乗られへんもんそれ以上パワー上げたところで、もうおそらくね、大型バイクの100馬力やってもフルに発揮できへんと思うね。これのね、前が僕 CB1300 乗ってましたけど、それで100馬力やったけど、それでもなかなかすごい加速してましたからね。とてもじゃないけど全開にするシーンなんてほとんどないわけ でそれがハヤブサとなるとその倍の馬力になるんで、約200馬力ぐらいあるんで、もうとてつもなく、ようこんなマシンを街中仕様で売ってるなと。うわ、白バイや。なんか何もしてないけど怖いな。挨拶してみようか。めっちゃ見てるやんめっちゃミラーで見られたぞ。横に並んで一回喋ってみようかなってちょっとドキドキしますけど、これはなかなかね、白バイ隊員さんと絡むことなんかまあないんで、これはチャンスちゃうの。違反さえしてなければ。みんな白バイビビるからな。来たぞ。おい、曲がるんかい。曲がるんかいってちょっとつんのめとったけど、いや、せっかくのチャンス喋れませんでした。でまた話途中で終わっちゃったね。まあそのパワー競争という話ですけどね、もうこれ以上多分馬力は上がっていかないへん、 いかへんと思いますよ。だって無理やもん世のライダーレベルでは。レベルとかいう問題じゃなくて、出されへんというか、うん、サーキットでもね、全開にできるポイントなんかほぼないし、その性能発揮しようと思ったらもうね、とてもじゃないけど無理ですわ。だから馬力はこのレベルっていうか、うん、この辺りでやる必要がないんでね。ああ、白バイ一体後ろに来たぞ。あれはどういうことや。俺を狙ってるのか。俺がスピードを出すのを手ぐすね引いてるのか。はやぶさやからビーンって行くんちゃうんかいみたいな。ああ、なんかそんな感じがする。なんか脇道に一旦入って、今 2,3 台後ろにいますわ。これは気ぃつけとこ。もう絶対制限速度超えんとこ。まあ捕まったら捕まったで、なんかネタにはなるんやろうけど、捕まりたくねえわ
よしよしよし。なんかな、なんやろあの白バイ隊、なんやったんやろ。危ない危ない。いや、おる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 、まだおる。まだ2台後ろに白バイ隊がゆっくり手ぐすね引いて走ってますよ。なんか嫌やな、白バイ隊に後ろつかれるって。どうですか皆さん。真後ろじゃないけど、なんか入り方がさっき前走っとったくせに、いきなり脇道にそれて車の荷台後ろをついてくるっていうね、なんか怪しいよな。やっぱりね、白バイ隊の後ろ走るっていうよりも後ろに疲れるっていうのがね、プレッシャーとかなんか嫌やね。ここ制限速度何キロ?60キロや。よし大丈夫、60キロ以上絶対出せん。ここでプレーンってフル加速したら後ろがウォーってくんねやろな。振り切ったろかよ、ほんま。違うか。もうあの白バイ隊もうツーリングやん。こんなね、田舎道みんなそんな飛ばしてないですよ。あと何キロぐらいなんやろ。あー、ええ道やね。パーンって行きたいところやけど、ずっと白バイ隊後ろ乗るから。直線やったら白バイ隊に負けへんねんけどな。それ以外はもうボロ負けですわ、収入も含めて。知らんけど、まあ、60キロジャストで走ってますよ。これ道交法で言うたらどんぐらいプラスがセーフな。なんかよく言うプラス20キロぐらいまでは大丈夫とか言うけど、80キロやったら追いかけてくるやろこの道で。なんかそんなね、荷台後ろゆっくりついてくるんやと、もう横に来てくれたらええのにな。あがー、こんな道を50キロで走るのは楽しくねえな。ただこれね、後ろ白バイ隊疲れてますけど、どっか寄って白バイ隊先に行かしたところでどっか脇道で狙い撃ちされるっていうのもなきにしもあらずなんでね、気が抜かれへんな。楽しくねえよ。まあ存在を築いてるだけでも助かったと思っとかな。これは気づかんとパーンって行ったら絶対追いかけてくるからね。バイ隊もあいつハヤブサ乗っとくせに全然行けへんやんって思ってるやろな。気づいてるんだよ、君が脇道に入って後ろに着いたのを私は気づいてるんだよ。そしてずっとミラーで確認してるんだよ。
もうこのプレッシャーしんどいなあ。日本一のたい焼き、ここのたい焼きうまいんすわ。高いけどな、1個200円とかやろ多分。たい焼きって100円ぐらいちゃうの？今の時代物価が上がりすぎてね、もうびっくりしますわ。ほんまポテチ買おうかな思ったら高ってなってやめるもんね。200円近くするでしょ。まあおかげでポテチ買わんで済むねんやけど、太る原因やから。昔のジュース100円とかいう時代が懐かしいよな。100円の時代でね、タバコが200円ぐらいだったもんね。もう白バイたいって、もうもう飽きてきたわ。もうなんか進展があるんやったらええけど、ただ後ろからわけのわからんプレッシャーをかけ続けられてるだけの話で、もうちょっとねペース上げて走りたいんやけど、全然ペース上がれへんし、前ずっと走ってくれるとか、もう後ろずっと走ってくれる方がまだ面白いけどな、的に。ちょっと休憩しようか、コンビニあるから。あと230m で右折、多分バイクも行きよんちゃん、同じとこ。白バイ隊後ろ来ましたよ。あ、白バイ隊ちゃうかった。おい、頼むわ。ずっと白バイ隊やと思ったが、白バイ隊違いました。いや、無駄な時間を過ごしましたね。紛らわしいね、ほんま。いや、これはなしやわ、ほんまに。白バイタイヤ思っとったのに、ちょっと似てるし、ほんま。一気にテンション下がったわ、ほんまに。自販機はあるけどコンビニがないのよね。あ、よかった。あ、たたた、コンビニあった。これは絶対寄る。いったいった、白バイもどき。コンビニ着きまして、まあ休憩してますね。もうね、良いの道門っていうのもねすぐ近くらしいんで、今店員さんに聞いたらすぐ近くですよって。でとりあえずコンビニでご飯買いました。何を買ったかと言いますとね、粗挽きフランクロールと唐揚げくんのレギュラーと伊右衛門ですよ。さあ、良いの道門に到着しましたよ。
感じなんでしょうか。この先落石の恐れあり。ああここか。こんなとこ写真撮れる？ああこれか。これですね。こんなとこ止めたら怒られるよ。おお、なるほどなるほど。この端っこに止めたろか。端っこに止めて写真撮りましょうか。これが良いの洞門らしいです。ああいいっすね。なんか手彫りらしいですね。なんか手彫り感あるよな。で横に流れるのが揖保川。